ババ・ゲンジから1940年11月13日は日本の裁判官。大審院部長で退官後、中央大学学長を務めた法学博士である。合津藩に史跡を有し、後、福島県議をごき務めたババ昌平の次男である。合津若松英語学校などで修学した後に上京し、中村正直の私塾、東京英語学校を経て、 東京大学予備門に進む。1885年7月、東京大学法学部を自席で卒業。馬場は、司法省御用係となり、東京出身裁判所詰めとして裁判官のキャリアを開始する。横浜地裁、東京地裁、東京高祖院での勤務を経て1896年に、浦和地裁裁判長、翌々年に大審院判事となる。 1899年には、約1年の外国出張を経験した。1906年から1913年まで、高訴委員長を経て、大審院部長となる。在任中に、博士会の推薦で、法学博士の学位を授与され、また、判事検事登用試験、弁護士試験の、各位委員長を兼務している。体官は1923年2月で、 新人官待遇を受けることとなった。ババは裁判官としての勤務の傍ら、中央大学などで教弁を取った。大学を卒業後直ちに、イギリス法律学校、東京専門学校に出向し、以後第一高等学校、東京高庄、慶応義塾、専修学校、和仏法律学校で講義を行った。1917年に、中央大学理事、1923年に、 学長事務取扱いとなり、1926年から1930年の期間は学長を務める。馬場の学長在任中に大学校舎の駿河台への移転、中央大学商業学校の創立が実施された。学長辞任後は、顧問として同大の運営に関わっている。川面凡人が創立した五つの第二代、会長であり、藍津会会員同評議員でもあった。 高等官一党、肖像医、君一等随法省に除されている。中央大学創立者の一人である、西川哲二郎も会員であった。ありがとうございます。